俳優の長谷川博美が主演を務める TBS 系日曜劇場アンチヒーロー、毎週日曜あと9時の第2話最速試写会が15日都内で開催された。試写後の舞台挨拶には長谷川、北村匠海、堀田真由、大島優子、林康文、岩田剛典、EXILE、三代目、JSOULBROTHERS from EXILE TRIBE、木村佳乃、野村萬斎が登壇した。本作は、有罪率 99.9% と言われる、日本の刑事裁判において、犯罪者である証拠が完全に揃っていても無罪を獲得する弁護士の姿を描くオリジナル作品。弁護士ドラマという枠組みを超え、視聴者に正義とは果たして何なのか、世の中の悪とされていることは本当に悪いことなのかを問いかける逆転パラドックスエンターテインメントとなっている。